お任せくだされ。こんにちは。失礼いたします。ありがたい。はあ、なんだなんだ、神経くせえな。お国の危機に力も尽くさねえで、ため息ばかりとは情けねえ。貴殿は。姓は長、名は比、朝名は欲徳というものだ。驚かせちまったのはすまねえが、ついイラついて声をかけちまった。私は姓は龍、名は美、あざ名を玄徳と申します。この国難を救いたいと志しながらも、私には力も財もなく短足していたのです。よろしくな。よし。ジュリア。悪いな。なんだと。すまねえな。行くか。
ごめんなさい。お、おみか。ちょっと聞いてくれ。いいぜ。失礼いたします。よくぞ参られた。うむ。
所見を聞こう。難しいかと思われます。ありがたい。いいだろうか。なんと、かしこまりました。行くとしよう。Thank you.
行くとしよう。失礼いたします。わざわざすまねえな。よくぞ参られた。かばいません。ありえねえ。一理ある。けっ、義を怪我しやがって。いいだろうか。劉玄徳、慎んで申し上げます。なんと。まずは聞けって。乱世を終わらせるため被災の限りを尽くします。ごめん。まさか。所見を聞こう。うむ。すべては天下万民のため。うむ。不変の忠義を誓います。演出と上皮、あんたについてくぜ。ありがたい。ちょうどうちの裏の桃園が花盛りだ。旗揚げの前に俺たち三人が力を合わせて心を一つにすることを誓おうじゃねえか。劉備、帰還。長飛、我らはここに義兄弟の契りを結び、官室を救い民を安んじることを誓う。我ら三人、生まれた日は違えば願わくは同じ日に死なん。アメッシの神々よ、俺たちの誓いを引き届けてくれ。
かくして優秀に三傑が集い、桃園にて義兄弟の杯を交わして国難を救う誓いを立てる。やがて訪れる群雄割拠の世を前にして、彼らは一歩理想に向け踏み出したのである。